かい。ありがとうございました。そう、なんかお洋服がこんな感じだったから髪型どうしようって言ったら、舞がクマさんにしなよって言ってくれたからクマさんにしてみました。ちょっと濃いか、まあいいか。あーもう本当にさ、ショールームをやるたびにさ、初恋シンデレラをさ歌いそうになってさ、あやばいやばい、汗汗汗っていう日々だったんだよ。あー両方解禁されてありがたい。全然コメントを読めていなくて申し訳ない。 MV17 時からずっとループして聴いてる。嬉しい。え、めっちゃ神曲じゃないか。え、めっちゃ好きなんだよね私、ああいう感じの曲大好きで。あ、岡田さんありがとう。 I love you、 I love 岡田さん、ありがとう岡田さん、ありがとうね。 I love you。 あ、梅太郎さんも星いっぱい、ありがとう。星キラ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 、ピカリピカリ、ありがとう。くーま、いて、にゃにゃにゃーにゃにゃにゃー。今日のサイン会は人生で初めてだったの。え、あ、わかる、名前覚えてる。初めてが青さんで幸せって、こちらこそだよ、こちらこそ。初めて勇気出してね応募してくれて本当に本当にありがとう。うれしい。お名前もう覚えたよ。届くの待っててね、届くの楽しみにしててね。あ、そうそうそう、佐賀県でね、佐賀県、あのダンスシーンが佐賀県で学校は福岡なんだよね。もしこれか、もしこれか恋というのなら、今君は今の、そうそうそう、スーパーノーバーだ。そうそうそう、スーパーノーバー、ニャ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 。あれ私リコのダンスでね、あの覚えた。にゃ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 。え、わかんないけど、エスパさんあんまりわからないけど、リコが踊ってたから知ってる。ゆうかちゃんとハモるとこ最高や。え、嬉しい。そう、今回もね、ゆうあおのハモリがあります。嬉しいね。あ、リータくん、I love you、 ありがとう。 I love you、 I love リータくん、ありがとう。リータくん、ピカリピカリ、ありがとう。にゃ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 。衣装がマジで良くないですか。え、そうなんだよね、そうなんだよね、本当にそうなんだよね、そうなんだよね。衣装がいいんですよね。なんかみんなで衣装どんなのかなみたいな、フィッティングの前に、やっぱシンデレラって言うから、なんかちょっと水色系じゃない、なんか透明感系じゃないみたいに言ってたの。それかなんか、まあ、制服っぽい、水色系の制服系じゃないみたいなのを言ってたんだけど、そしたらあれですよ、最高、可愛いんだよ本当に。なんか私はね、フリフリキラキラ
なんかラメたくさん、キラキラの美術がたくさん、フリルがたくさん、ふわふわパステルカラーみたいな、なんか衣装もまあもちろん好きなんだけど、なんかあのザ・アイドル衣装みたいな、ザ・アイドルの制服っぽい衣装みたいなのがねめっちゃ好きなの。あの言い訳メイビーのさ衣装とかめっちゃ大好きなんだけど、ポニッシュッシュとかね、なんか割とはっきりした色で、なんかこう制服っぽいなんかリボンとかがあって、でもこうなんかこう装飾多めでなんか豪華な感じもありつつ、ちょっと制服っぽさもあるみたいなが大好きなんだけど、ドンピシャですね。私の好きな感じドンピシャで嬉しかった。あ、ハゼさんありがとう。 I love you、 I love ハゼさん、ハゼさんありがとう、ペカリペカリありがとう。Maybe, maybe 好きなのかもしれない、青い空には雲が一つ、雲が一つもない。 Maybe, maybe 好きなのかもしれない、ニョ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 、もしこれか、もしこれか、セカンド衣装かわいすぎるね。本当にそうなの、本当にかわいいんです。てか本当に MV がさ、私たちも MV 見たの今日なんだけど、あの本当に良すぎて最高ですね。なんかどんな感じになったんだろうって思ってたんだけど、え、めっちゃいい、みんなかわいいな。リノタン、I love you、 ありがとう、 I love リノタン、ありがとう、ペカリペカリ、ありがとう。あ、ヨッシーも、うわ、なんかたくさんありがとう。お、なんか、なんか、く、なんか、お、なにこれ、これなにこれ、なにこれ、マジでなに、これ本当になんだ、なんかクマが、なにこれ、え、本当に何かわかんないんだけど、クマということはわかる。クマ、ヨッシー、ありがとう、なんかいっぱい、クマがいっぱい、クマ、ありがとう、クマ、ペカリペカリ。にゃ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 、もうサイン会の応募ってないのかな。サイン会はね、もう応募終わっちゃってんだ、ごめんね。でもお話し会とかの応募は全然まだまだ、もう先、もうこれから先いっぱい応募あるんで、ぜひね待ってます。もしこれか、もしこれか恋というのなら、今なんだっけ、不器用な僕なりに君を守りたいよ。大人になって何があっても一緒にいよう。初めてなんだ、誰かを好きな。あ、ちやや、推ししか勝たん、ありがとう。チアヤしか勝たん、ありがとう。チアヤ、うわー、ピカリピカリ。あ、このひなさんだ、虹、ありがとう、虹、うわー、このひなさん、ありがとうね、ピカリピカリ。生きがいだ、クラゲちゃう、ありがとう、生きがい、私こそ、こちらこそですよ、ありがとうね、じゃまー、ピカリピカリ、ありがとう。あおちゃんとお話ししたくなったから、お話し会応募決めました。え、嬉しい、嬉しすぎる、待ってる待ってる、あ、ありがとうね、楽しみ、いつ来てくれるのかな、決まったらまた教えてね。 PV のヘアはどうやって決めたの？あれはね、なんだ、なんだ、希望を、第三希望ぐらいまで出して、大人に決めていただくという。でも大体希望通ってんじゃないかな、わかんないけど。うん、まあ、通ってないか、わかんない。私は、第一希望で
ストレートおろし、やっぱあの初恋シンデレラなんで、なので初恋ということでね、なんか爽やかにいきたいと思う。にゃ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 追加するわ、曲が良かったんで、え嬉しい、いいよね、いっぱい思い出作ろう、初恋シンデレラ期間いっぱいね、青さんに何度も恋をしてください。にゃ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 、え愛子様1,2,3,4,5,6 めっちゃ急に星いっぱいありがとう愛子様ありがとう、なんか星たくさん本当にありがとう愛子様ペカリペカリありがとうクマ嬉しいよ、にゃ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 、あれ読んでないのか、あそうさん守りたいこの笑顔本当に嬉しい、じゃあそうさん守ってね、あおさんもそうさんの笑顔を守る、ペカリペカリありがとう、あおいちゃん今日お誕生日なの、おめでとう、パチ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 、おめでとう、ハッピーバースデー、嬉しい、お誕生日に見に来てくれてありがとう、手紙くしゃくしゃするし、その手紙くださいってなった、えあのさ、あの手紙さ可愛いよね、なんかさ、あのさ、すごい夢をぶち壊すようなこと言って申し訳ないんだけど、あの大西さんは、はい、江角さんを思って手紙を書くけど渡せなくて、そんな渡せない自分にあのため息をついてしまうようなシーンですみたいに言われて、あのはいこれ手紙ですって言われて渡された手紙がめっちゃ可愛い、なんかあのピンクの便箋になんかいっぱいシールとか貼ってあってめっちゃ可愛かったの、ね、えなんかこれなんかぐしゃ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 しちゃうの、ちょっとあれ無理無理かもみたいな、じゃ申し訳ないっていうね、気持ちになったんだけどぐしゃっとしてしまいました、でもね、なんか監督さんがね熱くて、なんかあもっとね切なくもっとこうだよってね、あもっとあ手紙をあ渡したいの渡せなかったはあっていう気持ちでね、はあみたいな感じで、なんかすごいね熱くあのなんか演技指導をいただいたわけですね、結構ねなんか10回ぐらい撮ったよ面白いにゃ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 、あ、のりさん、え、1,2,3,4,5、え、ありがとういっぱい、なにこれ、尊いすごいね、なんかめちゃくちゃ尊いと思ってくれてんだね、そんなに尊いか、私はありがとね、のりさん、そんなに尊いですか、あおさんにとってものりさんは尊い存在ですよ、尊い大切な存在です、のりさんありがとね、ペコリ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 ありがとう、アリンチーさん面白い女面白い女ですか、嬉しいな、それは褒めてるの、嬉しいな、ペコリペコリありがとくまー、クマクマ今日いつにもましてお肌ツヤツヤでね、かわいい、あの皮脂が出てるだけなんです、皮脂が出てるだけなんで、ね、もう鼻の下とかめっちゃもう皮脂まみれでやばいんでね、本当にあのツヤ肌とかじゃなくて本当にね、ただねあの顔の脂が出てるだけなんだアイドルが皮脂とか言うの嫌だね、でも本当に私ね夕方になるとあの皮脂テカお化けになるから、
クマクマ言わくなんないで君に恋してるからと今回もねマイカ先生なんです振り付けがテカテカになっちゃうよね。ひしまで愛せ本当に頼む、ひしまで愛してくれ。青さんひしなんて出ないやいごめんねめちゃくちゃ出るの私。多分ね何割と姿勢肌寄りなのかな、混合肌乾燥肌ではないと思うんだよね。なんかアイドルって乾燥肌多いよね。なんでニア女優もみんな乾燥肌、そんなことないか、いやそんなことある。なんかみんなね皮脂に困ってる人なんて誰一人もいないですね。姿勢肌わかんない、多分ねインナードライみたいなやつだと思う。混合肌ね、アイドルってなんかね乾燥肌多いやどういうこと。クマクマ、あ、ザワちゃんありがとう、クマありがとう、クマザワちゃんわーい、ピカリピカリザワちゃん、クマクマ。そうね、嬉しくないコンビニエーションだよね。皮脂は出るのに乾燥するっていうね。イコノイジョイと対面の服毎日探してる、悩む。わかる、なんかさお洋服ってもう本当に難しいよね。でも最近はあおさんはねプレゼント解禁されてお洋服がねお洋服を何着かいただけるというね奇跡のようにありがたいことが起きたのでね、マジで嬉しい、助かる、嬉しい。ダンス難しそう、うん難しい、うん難しい。でもねディスコよりはね意外と細かくないから、なんかサビがねちょっと難しいんだけど、なんかサビ以外はね簡単だから。ディスコはもう全部ね細かかった。あおさんの涙ぼくろって書いてる、涙ぼくろ、涙ぼくろ見えるのかな、あこっちか、書いてない、元からある薄いけど。涙袋は書いてますよ、涙袋はもうとんでもないぐらい書いてます。本当にペンキのように書いてる、ペンキのように涙袋を塗りたくってる。多分同じ肌だからメイクなんちゃらのやつ出してほしいな。なんかさ乗り遅れたからもう無理だ、私はあれ作れるような才能がないからね無理です。でも使ってるファンでは私はねもうね本命シュウエムラなんだ、やっぱ私にはシュウエムラちゃんしかいないのよ、シュウエムラのファンでしか無理だって。今日のってさ今日ねマジで聞いて、このねファンで塗ったのいつだっけ、いつだっけな、朝の7時半ぐらいにファンで塗ったの、もう15時間そんな経ってる、15時間ぐらい経ってるけど、なんかね全然崩れてない、まあ皮脂は出てるけど。くまくまファンデ高い方がいいよねやっぱ。そうなんだけど、でも青さんはクレドちゃんはちょっとキープだったね。クレドちゃんもいいんだけど、クレドちゃんはねシュウエムラちゃんの 2.5 倍ぐらいの値段するんですけど、青さんの本命はシュウエムラちゃんです。何で塗ってら安い使い捨てスポンジでもねなんか本当に私使い捨てスポンジじゃなくて何
こんぐらいのさ、まん丸の卵型みたいなさ、なんかちゃんと洗って何回も使うようなスポンジ使ってた時、なんかスポンジをね、ちゃんと洗えてなかったからかよくわかんないけど、ちょっとあんまり肌の調子がよろしくなかったと思う。あの使い捨てスポンジがいいよ、その辺の薬局とかに売ってる。それにあのキープミストをなんかもう7回か8回ぐらいもうブシュ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 ってやって染み込まして、あの濡れスポンジを作るっていう。え、なんかさ、水に濡らすとさ、なんか汚くなる気がする。水に濡らすとさいいっていうさ YouTuber さんとかいるけどさ、なんか私水っていうかあのキープミストじゃないとなんかうまくいかない。メイクレシピ見るとほぼみんなクレド使っててビビる。え、下地でしょ、あのクレドの下地。え、私も持ってるんだけどさ、なんかこんなこと言ったら本当になんか企業批判みたいになっちゃいそうだからよくないな。いやでもなんか私はあの割ともう顔が黒いのね、とにかく顔が黒いんです。なんか別に全身も黒いんだけど、なんか顔もと顔がね、全身よりなんかさらにね、なんかさあの5トーンぐらい黒いんです、なんでか知らないけど。だからもうトーンアップにね命をかけてるの。だからトーンアップする下地じゃないと嫌なんだけど、あのクレドの下地はそんなにトーンアップ力はないから。あ、乾燥肌向けなんだ、なるほどね。くまくま、皮脂好きすぎでおもろい。だってさ、違う、皮脂が、私が皮脂を好きなんじゃなくて、皮脂が私を好きなの。皮脂にね好かれてるんですわ。この前暇すぎて私のメイクレシピ作った。え、いいじゃん、なんかあのツイッターに載せたらバズるかもしれないよ。くまくま皮脂をしかぶり、やばいね、皮脂に愛されてるわ。くまくま、にゃーにゃー、同じ肌だろうし、シュウエムラを使わせていただきます。あのあれがいいよな、なんかどなんだかマットの方となんかグローみたいなの2種類あるんだけど、こうなんか四角い形のさリキッドファンデで、私はマットの方です。あとね、私はね、あのね下地もね、なんだあの同じシュウエムラのやつ、それがいいのかもしんない。いや、わかんないけど。くーまくーま、感化されてメイクデビュー考えて22歳出せ。え、いいじゃん、メイクデビューしなよ、私がなんか一緒にメイクトークしようよ。皮脂に負けないくらい青さん推しになります、お願いします。もう私の皮脂はね、毎日毎日私の顔にまとわりついてくるぐらいね、ちょっと好かれてるんです。パウダーはね、なんだっけ、後世のさメイクキープパウダーみたいな。え、なんか私パウダーをほっぺにつけるとなんか崩れる気がするから、なんかあんまりつけないことが多いんだけど、最近なんかあのキープパウダーだったらつけてもいける気がしてつけてる。なんかパウダーによる、なんかつけるとなんか謎に崩れるパウダーもある。くーまくーま、にゃにゃにゃ、ディオールの青のやつは白くなるやつ。え、あれなんか、うん、いいだろうなとは思っているけど、ちょっとお高いので手が出せずにいる。しかもなんか白くなるやつなんか いろいろ持ってるからさ、他に買っちゃった。え、メイク配信やだえ、メイク配信
メイク配信ですっぴんさらすのやだ。メイク配信はいいんだけど、メイク配信は楽しそうだからやってみたいけど、あのすっぴんをさらすという その唯一それだけがね、あのね、嫌すぎる。メイク事情わからんけ、サイン会終わりで頑張ってて偉いありがとうね。わかんないのに、あのなんか一生懸命聞いてくれてて嬉しい。よかったら今日の自撮り投稿されるの待ってます。あや、今日自撮りしたかな。したか、サインと一緒には自撮りしたわ。でもこれだけの自撮りはしてない。ちょっと配信終わったら3枚ぐらい撮ろう。確かにベースやって涙袋を描いたらいけるか。葵ちゃんってインスタの通知欄って見る？え、見るんだけどさ、インスタの通知欄なんかさ分かりにくいっていうかさ、なんか見にくいんだよね。ツイッターはさ、例えばさ、この人がいいねしましたみたいにさ、なんか通知来るじゃん。そうしたらそのそれを押すといいねした人の一覧がねバーって出てくるから見やすいんだけど、インスタだとなんかいいねしましたって通知が来て、それを押すとなんかその単体でその人のいいねしたその人のアカウントがバーって出るだけで、その一覧が出てこないわけよ。だからなんかあんまり見てないかも、通知は。インスタ通知通ってるんですか。あのピロンピロン音が鳴るような通知は切ってるけど、何ハートのところを押すとなんか誰からいいね来たとか誰かがコメントしましたとかは通知来てるよ。くまさんヘアほんまええありがとう、ありがとう。くまね、すっぴんも愛してくれや。くまもしこれが、もしこれが恋というのなら、今君は僕のため魔法にかけ、魔法にかかってる。おはようの声、はしゃぐ笑顔も、そのすべてがもう世界で一番だよ。今年暑すぎるから日焼け防止事情とか知りたい。え、でも私そんな大したことやってないんだよ。日傘もさ、そんななんか1万円とかする日傘あるじゃん、そういうの使ってないんだよ。普通になんかプラザで売ってるさ3000円ぐらいのやつ。日焼け止めはね、あのアリーが好きなんだよ。アリーの塗り心地が好きだから、アリーでも高いから高いから、なんかそんなに日差し強くない時とか、そんなになんか今日は そんな別に焼けないでしょっていう日は、なんか安いなんだっけ、あのスキンアクアみたいなやつのちょっと紫色のやつ使ってる。焼けそうな日は、今日はいっぱい多分太陽に当たるぞっていう日はあり。メンション投稿は、メンション投稿は通知は来てるのかもしれないけど、あんま通知で気づきはしないんだけど、たまにあの自分のアカウントのさ、何あの一番右側のところを押すとさ、その自分メンションして投稿してくれた人のその投稿の一覧がバーで出てくるじゃん。それをねたまに見てるよ。にゃ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 。ユーアオのハマりで優勝してます。いいよね、いいでしょ。にゃ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 。日焼け止め高いのにすぐなくなる。え、本当にそう、え、本当にそうなんだけど、マジでさ3回ぐらい使ったらなくなるんだけど、え、なん、どういうこと。なんか私さ多分さ、もうさ、痩せればいいのかな、なんか多分全身の表面積がでかすぎるのかな。あのなんか足とかさ、なんかもう全身に塗ると、とにかく全身に日焼け止め塗ると、マジでさなんかさ、あの数回で日焼け止めなくなっちゃうんだけど。くーま、くーま、
にゃ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 。え、違うの、なんか、あ、てか MV さ、なんかさ、私初めてね塩抜きというものをしまして、そしたらさ、これさ私だけこうやって思うの、あのさ MV さちょっとさなんかさむくみ取れてるよねむくみ取れ青さんなんだけど、なんかむくみ取れてるMV むくみ取れてるって思ってさ塩抜きしたの前日に。本当はなんか3日ぐらいやろうかと思ったんだけど、なんか3日やったらさすがにこんな暑い夏の時期に3日も塩分を全然取らなかったらちょっとやばいかなって思って、1日1週間絶対やばいって、その時1週間したら熱中症になって病院の先生に怒られたから気をつけて、1週間絶対やばいよ、絶対なんか調べたら最長でも3日じゃないとダメって言われた、書いてあったよ、1週間やばいって、本当に本当に。かつてのライブで青さんに爆レースもらって恋仕掛けました。え、仕掛けた、恋したじゃなくて恋してよしてよ。塩分をね本当はなんかもう 1g も取らないでおこうかと思ったんだけど、なんか2g ぐらいまでなら食べていいらしいよっていうレノンの迷信を信じて、あの 2g 以内に収めた。塩抜きの日何食べてた？朝はなんだっけ、でも母に塩抜きしたいんだよって言ったら、こうなんか塩入れないでなんか卵とか焼いてくれたかな。あとはパンとか食べて、あと何食べたかな、なんかあと蜂蜜生姜紅茶とか食べたかな。あの昼ご飯ね、めっちゃおもろいもの食べたよ。私昼ご飯に結構めっちゃ大きめのお茶碗にあの白米を結構山盛り入れて、その上にあの生卵をかけまして、そして納豆をあの汁なし、あの醤油入ってる醤油をかけずに納豆をかけまして、そしてぐちゃぐちゃに混ぜまして食べました味しなかった味しなかったけど、なんかうーんっていう、なんかまあお腹満たされるねっていう、まあまずくはなかったよ全然、味薄いなっていう、味の薄いなんかまあ納豆卵かけご飯っていう感じ、味しなかったね。夜はねどうしたんだっけ、前乗りしたのか、前乗りしたんだ。だから夜はもうホテルの一人部屋でぐったり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 はしてない、元気だったからゆっくりのんびりのんびりしてたんだけど、何食べたかな、サラダをサラダをドレッシングをかけずに食べて、何食べたかな、なんかパンも食べた気がするな、なんかこう塩が全然入ってないな、ただのパン、ただのなんか小麦を焼きましたみたいな感じのパンを食べて、あと裂けるチーズ食べたの裂けるチーズ大好きなの私、裂けるチーズ食べた。全然しんどくないよ、私薄味の方が好きなんだよね、なんか濃い味をなんか食べ続けられない、なんかこう何日も何日も濃い味を摂取してるとなんかすごいね疲れてきちゃうたまにね急に食べたくなるけど、そうだからそれで今まではねその MV の前にね塩抜きとかそのなんていうかその商品のなんか裏のなんか成分表示とか見たことなかったの、成分表示を見て買い物をしたことがなかったんだけど、こう商品の裏側を見てその食塩何グラムっていうところを必死に見て買い物してた。学ぶものもありましたか？あのね、蜂蜜には塩分が全然入ってない当たり前か、
蜂蜜にも入ってないから、蜂蜜、あと生姜にも入ってないから全然蜂蜜生姜紅茶はいっぱい飲めた。くまくま、僕もツーショット会の前塩抜きしますね。え、美女よくなるよそしたら。え、だからあのね、そう、青さんはね、なんで今までの MV でこう塩抜きをしなかったんだってね、後悔した。え、でもね、私はちょっとね、あのその MV 撮影が終わってから、あのありえないぐらい本当に塩分を取りまくったんだよね。もうマック食べて、ミスド食べて、なんかパスタとか食べて、何食べたかな、マック週3ぐらいで食べた な、 なんか麺も食べた。まあそんな感じで、きっと MV の時よりね、シンプルに太ったと思う。え、マジでマック週3ぐらいで食べちゃったんだね。もうやってないかな、あのハワイアンザク切りポテト&なんだっけ、ビーフみたいなバーガーが美味しすぎて、本当に美味しくってね。だからさ、え、月見食べ、え、どうしよう、私コメダの月見行きたいんだけどさ、どう思う？え、いつまでやってる？え、9月中はやってるかな。9月中やってるのとしたら、イコロイジョイまで我慢して、イコロイジョイが終わった瞬間に食べるっていうのはどう？葵ちゃんがざく切りの話聞いたから食べたかったのに終売してた。え、本当に、なんかさ、もうさ、あれさ、本当に美味しいからさ、ずっと売ってほしい。あ、でもずっと売ってたらね、多分私永遠に食べちゃうからね、まあ期間限定である意味良かったのかもしれない。ねえ、月見ね、どこも美味しそうだよね。ね、モスって月見やんないのかな。私なんか去年ね、モスの月見食べてすごい美味しかった記憶があるんだよね。昨日ケンタッキーの月見ツイスター食べたけど美味しかった。え、バーガー、なんかさ、マイが言ってた、なんかマイはケンタッキーファンなんだって。だからそれでなんかケンタッキーについて熱く語ってたんだけど、その月見バーガーについてね、熱く語ってたんだけど、なんか前はケンタに期待しとるからみたいな、なんかさ、なんかそう言われるとさ、あれじゃない、ケンタくんみたいなさ、人にみたいじゃない。なんか前はケンタに期待しとる、なんかケンタくんって感じじゃない。誰って感じだよね。くーま、え、ミスドもう食べたんです。でもミスド食べたのはね、まだ8月中だからいいの。ミスドの芋食べたの、美味しかった、マジで美味しかった。あのね、その日やばいの、マックのそのざく切りポテトを食べて、あのポテトの L サイズを食べて、ナゲット食べて、芋ドーナツの3種類食べたの。本当におかしいよね、本当におかしいと思う。でもいいの、それ8月中だから、もう9月になったからちょっと我慢する。あれ、なんかクマさんがいっぱい来てた気がする。クマさんがゆうとくんだ。ありがとうクマ、今日はちょうどクマさん部屋。ありがとう、嬉しい。初恋シンデレラに喜んでたね。こんばんは。こんばんは、ゆうとくんお元気ですか。ちょっと2人で話したいこといっぱいあるな。怒るわけじゃないよ。なんかゆうとくんは私にビビってそうだからさ、そんなことないよっていうね。
あおさん純粋にゆうとくんのことが好きですよってね、それを伝えたいよ本当に。ね、お話し会がねしばらくないから寂しいよね。会いに来てよ。ビビんないでよ、普通に会いに来てよ。会いに来てほしいよ、いっぱい思い出作ろう。初恋シンデレラ期間。初恋シンデレラ。よかった、嬉しい、わーい、わーい。待ってまーす。なんかさ、ゆうとくん私のショールーム切り抜いてさ、あの画像で遊ぶの好きだよね。いいけど楽しそうだねって見てるよ、可愛いね、楽しそうでよかったです。じゃあ、あのまたこれからいっぱい思い出作れるの楽しみにしてるので、末永くよろしく、よろしく。ありがとね、クマさん、10匹のクマさんたちも喜んでます。新曲まだ聴けてない、配信終わったら聴く、え、ぜひ聴いて。え、私めっちゃ何回も何回も歌っちゃったけど大丈夫、いっぱい歌っちゃった。もしこれか、もしこれか恋というのなら、不器用な僕なりに君を守りたいよ、大人になって何があっても一緒にいよう、初めてなんだ誰かを好きになるの、え、本当ちょっと後でさ、まだカラオケ入ってないから後でアカペラで全部歌っちゃおうかな。え、でもねちょっとラッサビとあとの D メロのずっとがねちょっと高すぎるから、あのゆるゆるでよければだけど、やばい、この辺の皮脂がやばいの。あ、待って待って、めっちゃ可愛いクマさんがいるんだけど、え、あゆゆ、あゆゆだ、ありがとう、え、嬉しい嬉しい嬉しい、ありがとう、あゆゆありがとうね、可愛い、似合ってますか。嬉しいな、なんだっけ、お手、あのついてたお手紙もね読んだよ、すごい嬉しかった、本当に本当に嬉しかった。いや、なんかさ今日はさ、このサイン会の前にさレッスンがあったから、ちょっと荷物多くなったら嫌だなと思って、レッスン着以外何も持ってかなかったわけ。そしてボックスを、プレゼントボックスを覗いたら、もうお洋服からアクセサリーから、もうイヤリングから何から何までを、あゆがねプレゼントしてくれてたから、じゃあ今日は一式これでいこうと思って、めっちゃ可愛いでしょ、嬉しい、メンバーも可愛いって言ってくれた、すごい嬉しい、ありがとね、あゆゆ、これ言って大丈夫だったのかな、あ、待って、いただいたとか言っていいのかな、ちょっと待って、本当に言っちゃダメだったら本当に本当に終わり、終わりなんだが、でもありがとう、本当に嬉しい、ありがとう、これからも大事にたくさん使うし、たくさん着るね、ありがとう、ピカリピカリ、今日もあゆゆの方大好き。いつもありがとう、くーま、くーま、ね、ちょっと触れていいのか怪しいよね、でも私ね、ちゃんとみんなからのプレゼント届いてるからね、なんか届いてないかもみたいな、あ、お手紙はね、わかんない、え、届いてないこととかあるのかな、私今のところなんか何、みんなが送ってくれた、あとね今日ね迷ったのが、あ、蹴っちゃった、なんかアクセサリーをプレゼントしてくれた子もいたし、お洋服をプレゼントしてくれた子もいたので、その、あ、このお洋服とこのヘアアクセサリーとってもなんか一緒に着たら可愛い感じになりそうって思ったんだけど、なんか別の子からもらったものをなんか一緒に着たらなんかちょっと気まずい感じになっちゃうかなとか思って、
どうしたらいいかなと思って、あの今日は一式一式ね、あのあゆがね。でも青さんさ服いっぱい持ってるからさ、好きな時に好きなの着なね、ちゃんとみんなの届いてるから、あのこれからいっぱい着るからね、これからいっぱい着るし、ヘアアクセサリーとかもいっぱいつける。嬉しい。合わせるのないかな。いやなんかさ、いや青さんはちょっと、青さんは推しメンにプレゼントとかしたことないからわかんないけど、もし好きな人が、好きな人が、例えば好きな人が青さんがプレゼントしたなんか小物とかを身につけてくれていたらそれは嬉しいってなるけど、好きな人がなんか別のなんか人からプレゼント、なんかもらったものとかを他にも片思いしてる人がさいっぱいいたらさ、そのちょっと同担拒否、なんかこう青さんが、はい、例えばさ青さんはくまたんのことが好きで、あくまたんに、じゃあくまたんとても似合いそうなカチューシャをプレゼントしてあげました、わーって言ってさ、あくまたんにカチューシャどうぞって言って、わーくまたん嬉しい、わーいくまーわーいくまって言ってさ、それでさ、じゃあ永遠もくまたんのことが好きなんですって言ってさ、じゃあ永遠はくまたんにネックレスあげるくま、永遠のこ、永遠はくまたんが大好きくまって言ってさ、あく永遠だって、くまたんのことが好きなんだくまよーってさ、それでさネックレスあげたとしてさ、でさ、くまたんが同時にさ、あのネックレスとカチューシャをつけていたらさ、私の方が、くまたんの方が、くまたんのこと好きだもんです。永遠の方が、くまたんのこと好きだもんってさ、なるかと思って。なんか、そういう感じ。いや、でもね、あおさん、いっぱい服持ってるんで、多分アクセサリーだったね。いっぱいなんか合うやつあるからね、ちょっとみんなの、ね、いただいたやつをねありがたくたくさんつけさせてもらいます。あ、身につける系のねものじゃないものも、ものじゃないもん、身につける系のそういうなんだこうアクセサリーとかお洋服とかそういう系以外のねプレゼントもね、とてもあの実用的なプレゼントはめっちゃ実用しております。実用めっちゃ使っております。もうバリバリ生活の中に溶け込んでおります。本当に感謝、なんか生活を支えられている気がする。一人暮らし始められそう。アイカちゃんありがとう、アイカちゃん I love you、 ありがとうアイカちゃん、 I love アイカちゃん、ありがとうアイカちゃん、ピカリピカリ、あ、ウカテンもありがとう、 I love you、 I love ウカテン、ありがとうウカテン、ピカリピカリ、ありがとうウカテン、クマクマ、ニャ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 、クーマクーマ、あ、先輩もありがとう、先輩キューちゃん先輩ありがとう、 I love you、 I love 先輩ありがとう、先輩ペカリペカリありがとう、新曲いいね、いいでしょ、いっぱい聴いてね、ツアー楽しみだな、ツアー来てくれますか、楽しみに待ってるよ。もしこれか、もしこれか恋というのなら、あ、しょうさん投げっちゅうしてどうやの合ってる合ってるかわかんないけど、ありがとう、あ、待って、せっかさんがタワーを投げてくれてる、ありがとうせっかさん、タワー
ワーって感じのタワーだありがとう、嬉しい、せっかさん、ありがとう。あ、そうそうそう、あのね、そうプレゼントボックスの中にね、お手紙が入っていまして、あら、なんかサイン会かなんかどこかで、ね、なんだか見覚えのあるお名前だわと思ってね開けたらね、せっかさんからだったの。え、めっちゃさ、まずさ、封筒がさ超絶可愛くてさ、びっくりしたの。封筒がさ、白熊さんがプカプカとさ、なんか海に浮かんでいる感じのさ、封筒だったんだけど、本当に可愛くて、それでなんかもういっぱいいっぱいいっぱいさ、なんかもう愛をずっとずっと綴ってくれていて、もうね、もうなんかもう幸せな文章すぎてね、はぁってなんかこんなにこんなに幸せでいいのかなってね読んでる間ちょっと口角がね、こめかみに届きそうだった。本当にここまでね、口角がねつきそうだぐらいね、ニヤニヤしてしまいました今日1000回見なくてごめん、全然手紙に思いいっぱい込めてね、すごい嬉しかった。なんかさ、せっかさんがさ、私に思ってくれてることがさ、すごいいっぱいさ、なんか伝わってすごい嬉しかったいや、なんかさ、あおさんもさ、あんまりこうドキドキしてこううまく言葉にさするのあんまり上手じゃないなんか感じなんだけどね、あおさんとせっかさんの二人のペースでね、これからも愛をね、愛を育んでいきたいであります。一緒にいようね、これからもずっとじゃあまた2人でお話できるの楽しみにしてます。いつもありがとうね。もちろんです、こちらこそ本当にいつもありがとう。これからもよろしく、セカンド期間もよろしく、いつもありがとうね大好き大好きだ嬉しいね。くーまくーま、兵庫の時行きます。ホールツアー、ありがとうね。兵庫行くの初めてだからさ、兵庫県ね、兵庫県行ったことあるか、行ったことあるか、でも全然すごい昔だから、行くの楽しみだな。お土産いっぱい買いたいな。くーまくーま、やばい、もう58分だね、四国とか行きたいよね。あとさ、東北行きたい、東北も北海道も行きたい。なんかこう東京より上の方、北の方にさ全然行けてないからさ、行きたいね。バイト終わってサイン会も返してきて嬉しいことだ。え、こちらこそありがとうだよ、バイトもお疲れ様、うわ、偉い偉いよ、頑張ってね。え、北海道行きたいよ、めちゃくちゃ。あ、せっかさん星だ、星いっぱいありがとう、嬉しい。このなんかタンタンタランタンタランタ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 ランタンタランタ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 ンなれない、ずっと遠くから見てる見てるだけで、ちょ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 、本当に相思相愛大好き。行きたい、聖地巡礼したいね。で、沖縄行きたいよね、いつかニアジョイがみんなのこと沖縄に連れて行っちゃうよ。いつになるか分かんないけど頑張る。広島行きたい、広島普通に旅行行きたい。久々にカメコ申し込みました。え、嬉しい、楽しみ、待ってる、ワク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 、ちょっと時間があれなので、初恋シンデレラを歌いたい。音程がわからない。ちなみにこれ、シェーディング用ブラシ、こうやってね
いつもこれでね、食って、もう顎を削れるだけ削ってんの。ゴリ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 。もう下から見たらね、なんか本当にコンクリートが、コンクリートかなっていうぐらい黒くなってる。なんだっけ。じゃらららら、もしこれか、なんだっけ、音程がわかんない。もしこれか、もしこれか恋というのなら、不器用な僕なりに君を守りたいよ。大人になって何があっても一緒にいよう。初めてなんだ、誰かを好きになるの。はいはい、じゃ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 、はい、はいはい、なかった。じゃ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 、空に虹がかかる、何かいいことあるような。月曜日朝の8時クラスのヒロインは君、高嶺の花。今日も眩しすぎる、最近よく目かうね。なぜか君が近づいて、踊り場に呼び出されて、これはまさか、もしかしてハート、震えて止まらない。好き。もしこれか、もしこれか恋というのなら、なんだっけ、きっと今君は僕のため魔法にかかってる。おはようの声、はしゃぐ笑顔も、そのすべてがもう世界で一番だよ。もしこれか、もしこれか恋じゃな、ないのなら、どんな、ん？なんだっけ。世界中溢れてる恋は愛ではない。間違いないよ、君は確かに初恋シンデレラ。いなくなんないで、君に恋してるから。今日から君は恋人、バレないように、なんだっけ、二人目合わせしよう、合図そっと送り合う。SNS 公衆は君の香りをまとって、世界中が羨っちゃうような。恋を作成中、大好き。恋の先、愛の先、まだ見えないけど、いいじゃん、いいじゃん。今君を思ってる時間が全てだ。休み時間のフィールだ、ごめんなさい。休み時間の眠そうな目でウィンクしてみて、何があったって君のヒーローでいたい。ちょっと待って、高いからここまでで、すいません、ね、D メロ以降はちょっと高すぎてね、立ってないと歌えません。立ってね、もうめちゃくちゃめちゃくちゃ叫ばないと歌えません。ちょっと座ってたからあんまり下手だったかも。ちょっとあんまり自分的には自分的にはあんまり上手じゃなかったんですけど、ありがとう、パチパチって言ってくれて。ちょっとね、2番とかあんまり上手かったか。でもありがとう。あ、せっかさん星いっぱいありがとう。キラキラーキラキラー、せっかさんありがとう。ピカリピカリありがとう。あ、ようちゃんもうまありがとう。ようちゃん嬉しい。ようちゃんありがとう。ピカリピカリ、くーまくーま。ねえ、本当にさ、僕のプリンセスだ、ずっと高いね、
高くて。でもね、ニアリコールジョイの方が高いんだよ、あれ。おかしいよね、ニアリコールジョイってね、私たちのファーストソングなのにね、ちょっと高すぎる。難しい。まあ頑張るんば、頑張るよ。あ、ゾホちゃんありがとう、ゾホちゃん嬉しい、キラキラ、星いっぱい、ありがとう、ゾホちゃん、ペカリペカリ、ありがとう、ありがとうね。じゃあそろそろランキング読んで終わりにしたいと思います。それでは13位からいきます。13位、ヨウちゃんありがとう、ヨウちゃんありがとう。そして12位がサワさんありがとう、サワさんありがとう。そして11位がリンチーさんありがとう、リンチーさんありがとう。そして10位がアイカちゃんありがとう、アイカちゃんありがとう。そして9位がチアちゃんありがとう、チアやーありがとう。そして8位が岡田さんありがとう、岡田さんありがとう。そして7位が梅太郎さんありがとう、梅太郎さんありがとう。そして6位がヨッシーありがとう、ヨッシーありがとう。そして5位が愛子様ありがとう、愛子様ありがとう。そして4位がのりさんありがとう、のりさんありがとう。そして3位がゆうとくんありがとう、ゆうとくんありがとう。そして2位があゆゆありがとう、あゆゆありがとう。そしておやすみ、おやすみゼミ、バイバイキン。